RX75 ガンタンク。これは長距離砲撃専用の機体で、両肩に120ミリキャノン砲、両腕に4連装ボックミサイルを装備。これまでにない高い火力を誇ります。 RX77 ガンキャノン。これは中距離支援用の機体です。ガンキャノン砲、東部バルカンを固定武装とし、状況に応じた武器の追加形態も可能です。そして RX78 ガンダムは、我が軍の技術の粋を結集して作り上げた多用途モビルスーツです。多少の攻撃を跳ね返すルナチタリウム製の装甲とシールドを装備、ハイパーバズーカ、ビームサーベルなどの強力な武装を持ち、なおかつザクを上回る高機動力を確保しております。さらに戦艦の火力に匹敵するビームライフルを開発、ガンダムの装備に加えてあります。これらのモビルスーツが量産されれば、連邦の勝利は確実なものとなりましょう。